木曜新美術館アトグロッソ TV、 私ナビゲーターのアバターヒデです。よろしくお願いします。The Artのコーナーです。今回のアーティストは映像作家ホヤルミコさんです。ホヤさんはですね、墨絵といいますか、日本独特の、表現をですね駆使した映像作家として、今大活躍の女性作家なんですよ。それではまず作品からご覧ください。一粒の種に一粒の種にちっちゃくていいから私も一度一粒の種になるよ。出会って語って笑って泣いた。生きててよかったよ、あなたのそばで。風に飛ばされどっかへ行ってしまうけれど、あなたへとたどる確かな道を少しずつ舞い戻って、丘の上からあなたにだけ見える。闇にも負けない光を放とう。ささやかな日々に愛をもらった。私にはそれができる。一つ綺麗でしたよね。ホヤさんはですね、まあみんなの歌とか、それから NHK のですね番組タイトルなど、これも時代とか多いんですよね。やっぱりホヤさんでしかできないこの墨絵の味を出した映像表現、すごくまあいい味を出したなというふうに私は感じています。彼女の場合、デジスタという私がやってた番組でデビューして、今活躍してるわけなんですけども、日本の作家としてですね、これから海外の展開も大いに期待される作家として私も注目してますし、多分世の中の人たちも注目してるんだろうなというふうに思っています。これからもですね、ホヤワールド、日本独特の味わいをですね世界に発信していただきたいなと思っています。頑張ってください、ホヤさん。